介護等の体験とは、義務教育小学校の教育職員の免許上の授業を受ける際に必要とされる介護などを基調とする体験活動のことである。いわゆる介護実習と混同する場合があるが、工実の理由などもあり、全く異なるものである。義務教育小学校の教育職員免許上を、教育職員免許法5条別表第1で授与を受けるにあたっては、 社会福祉施設や特別支援学校などにおいて文部科学大臣が定める期間、介護等の体験を行わなければならない。その目的は人の心の痛みのわかる教員、各人の価値観の相違を認められる心を持った教員の実現に資することにある。文部科学省指定の体験に関する証明書の用紙を社会福祉施設及び特別支援学校に持参し、 必要事項の記入及び、婚員の夏印をしてもらった上で、教育職員免許状を申請する際、提出する必要がある。文部事務次官通達によると、特殊教育所学校における体験は2日間、社会福祉施設については5日間が望ましいと、されている。田中牧子議員らが提出した、議員立法により、根拠法の法案が提出され、平成10年4月1日より、 教育職員免許上取得者に義務化された制度である。平成12年度以降大学入学者が教職課程の履修科目として認定する場合は、通常、教科または教職に関する科目の欄の単位を履修したものとみなされる。一般的に、習得単位としては、幼稚園、高等学校の教科または教職に関する科目に含めることが可能。 義務教育所学校の教員免許上の授与を受けることを希望する者は教育職員免許法に規定される単位を習得しながら次の施設等において介護等の体験を行う。特別支援学校等での介護等の体験の主な内容は次の通り。体験場所体験内容実習2日目には校外学習や学内行事が組まれる場合もある。 社会福祉施設での介護等の体験の主な内容は次の通り。体験場所高齢者関係施設児童関係施設、障害者関係施設その他の施設体験内容以下の免許、または資格、保有者は介護等の体験が免許上の授与要,要件からは免除される。ありがとうございます。